その豚どりをお電話入れたんですよ。お値段の方にも安いですよね、これ。で、こういう青森もいろいろ茨城もありましたけど、パンクさん、一つ街で猿に遭遇したらの注意点お願いします。いや、猿とっても可愛いんですけども、うん、これ普通の人になるし、それを襲うことを覚えますと、もうね、習慣化してしまいますから、人を襲うことがね、はい、ですから餌付けだけはくれぐれもしないように気をつけてください。で、目を合わせない。うん、そうですね、目を合わせてもダメです。目を合わせると、向こうもね、えっていう感じで見てきます。そうなりますと、今度目を離した時がね、襲われるタイミングですので、初めから目を合わせないというのが一番いいです。知らないふりをするってこういうことですね。はい。はい、わかりました。本当、クワナ大群で出てますのでね、お気をつけいただきたいと思います。動物研究家、パンク町田さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。この後はお天気、明日にも台風18号発生へ。安心、おいしい、便利をお届け。生協の個人宅配コープ自然派からのお知らせです。コープ自然派では、松山市内を中心にキッチンカーで移動販売 PR 活動を行っています。目的地までおよそ 840km です。10時間30分ぐらいかかります。料金は21,020円です。およそ 1.6km 先、右方向です。身近なお店の駐車場などです。コープ自然派のキッチンカーを見かけたら、美味しいパンや素材にこだわった